ょっと二人とも落ち着いて私の話。兄さんはどいてろ。特流見せつけるだと。この俺様に血まじっとしてられるほど。俺張飛、もうやめろ。そうです、今は私たちが喧嘩してる場合じゃないです。黒龍が来ます。人間なんかが恐れもなく竜の聖地に足を踏み入れると。ヤフ、あなたもこの巨大な力を感じたでしょう。今はみんなで力を合わせるだとふざけるな。あの竜こそ俺様一人で十分だ。真の力が何なのか見せてやる。ぶっ潰せ。その程度か。俺に任せろ。港区この長子様がやってやる。より楽しませてくれるな。だが余興はこれで終わりだ。終末の時が来た。いよいよ開かれたな。お前は。そうか、あいつを連れてきた。だがその程度の妨害。さあ、我がいなかったらそうだったか。何をしたいのか。止まれ、すぐに止まれ。疑惑の女性から出た光は聖なる者の周りを包み込み、結局聖なる者は破壊されました。そして私たちは全てが終わったと思いました。しかしそんな私たちを嘲笑うかのように、その日からひどい災いが始まってしまいました。壊れた欠片にも微弱な力が残っていたのです。しかも欠片の一部は次元の壁を越えてあなたの世界にまで到達しました。力によった人間たちはさらに大きな力を得るために混沌に包まれています。このままでは愛する人が苦しむ姿だけを見ることになるでしょう。そして結局人類は終末を迎えるでしょう。私たちは次元の隙間を通じてこの災いを阻んでくれる人物を探すことに決めました。間もなく彼女があなたの前に現れるでしょう。天君よ、どうか人類の希望となってください。
前だから。
邪魔者。はい、私も嬉しく思います。私も嬉しく思います。Thank you.
戦えるのだが。私は嬉しく思います。私も嬉しく思います。